おお、できたやいいじゃん、めっちゃいいやホテルはここが入り口になるわけだ。どこは大丈夫かものすごいこれここで修理やりゃいいよ。あんなとこでやらんでもあんなとこでやってもいい俺ここでやろうかな。今ちょっとこすぐ走って行きましょうかって、これ屋根破れとるやんこれ。これぶつかっとるやん。もう俺らは 1.5 キロもうつくよ。かっこよくなったの髪の毛は。 YouTube でボサボサって言われるから切っときます。だからとりあえずもうあと俺らもつくでよろしく。はい、お願いします。大悟がね YouTube 撮るよっつったら美容院行かないといけない。美容院行かんでいいやろっつってかっこつけとるんだわ。今日はね久しぶりにね大悟のところに行く理由があるんですよ。大悟ランドも結構またなんかあれから進化しとるみたいよ。ディズニーランドみたいになっていくよお前ね。まず一つ、モルシエラーゴのドリフトの車がエンジンがちょっとかなり厳しいってことでフルオーバーホール今してもらってて、それのボディキットをなんとちょっと作ってるんで、それで今回ガランドのエンジンも全部下ろした状態で、まあ、引き上げると。怖さがなくなってどれぐらい経つんやろ。13、4年経つんかな。イタリアにも持ってったし、世界一有名なランボルギーニにするっていう約束からいろんなところで活躍してるから、もう一発エアロ変えて、まあ、今度はフォーミュラドリフトを限定的に、まあ、2年でやめて、でまあ今年最終戦の富士で一応最後のランになるよね。でそれ終わったら GTR35S15 ランボルギーニの三大体制でちょっとやろうかと。もう一台はグレーのジャパン、岡本春ってやつあるじゃん、あれを制作し始めたっていうことで、あれが本当に治るのかかな。まあ大悟やったら何でも治すわな、あれ。あ、ランボルギーニ、ランボルギーニ、ハロー。これもちょっとドリフトの車にして、レンタカー練習しとるの。えらいぶつかっちゃっとったけど。今日彼のドリフト初めて見たんです。まだ一回もドリフトしてない。緊張しすぎて怒ったやろ。ありがとうだって。めちゃくちゃ車パンパンじゃん。入りすぎやろ。おお。ガリ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 吸っとるよ。ガリガリ。さすがシャコタイヤな。今から行くのは斉藤大悟ランド。あれが全部出来上がってちょっと変わった感じになったらしいもんね。デビュー全部リバティウケン。おお、できたやいいじゃん、めっちゃいいやこれ。作った、この色いいやん。これ何、これお客さんどうのホテル。あれジープも乗したの。やるやん、めっちゃいいやん。ホテルな、ホテルはここが入り口になるわけだ。どこは大丈夫かものすごい危ないやこれ。めちゃくちゃ危ないわ。大丈夫かやぞこれ。民泊いいやん。泊まった人おるの。いますいっぱい。おるの、はい、足場もめちゃくちゃ悪い。足場もめちゃくちゃ悪い。めちゃくちゃ汚い、めちゃくちゃ汚い。ここで修理やりゃいいよ。あんなとこでやらんでも。あんなとこでやってもいい。これ絶対さ、一般のお客さん入れた方がいいよね。うわ、この靴何これ。もらったの。なんでここら辺の一角さ、服にしちゃいいじゃん。デザインしたろうか。大悟渡るの顔入り T シャツ。俺ここでやろうかな。今手を打ってこすぐして。これうちも入ったらカスタマーちゃうぞっつって。うお、よくなったじゃん。滑り台、滑り台じゃない、上から降りてきたら温泉ドボンみたいな。うわ、誰も泳いでねえぞこれ。すごいね。で何、滑り台できるの。滑り台すごいっす。何やってください。おい、これかな。あれ上に車乗っとるやん。乗せたの。もうこれ下ろした方がいいんじゃない。これ洗えんじゃん。それのやつじゃて、もったいないやん。いや、どうせだから加藤さんのフェンダーができたら色塗ると思って。ああ、めっちゃいいよこれ。尻がどれらい痛いなこれ。お前座る時あるのこれ。ナイス。電車見ながら、電車見ながら。で、ファイブファットです。ファイブファットファイブです。ロゴ俺が作ってあるわ。 DS で、大悟斎藤で。大悟の方がいいかな。 DAIGO 大悟、はあ、漢字で大悟じゃん。
いや漢字の大悟やめとけ。やっぱり古いもんね。ドリフトは先代言ってるけど、デスクが古いんだわ。古いじゃない、やってないっす。大悟ウィッシュになっちゃうよ。大悟やとウィッシュってやつ、そっち行っちゃうと間違えちゃうよ。古いだから有名にしてもらえれば大丈夫ですよ。エンジンフルバッケで連携してるもんね。たまにはデザインも自分の中で見ない。バーカーもっと種類があるもんで、他のやつでええかったらこれが一番だな。これいいっすよ。どれぐらいになるんだよ。ならんね。結構来てるっすよ。こうやろう、フレイんだわ、隠れんのだわ。いや僕あのエアロは買ってるじゃないですか。安いのなんでね。結構もないこれ。なんすかこれアンテナ。インスタ撮影用です。屋根開けましょうかって。これ屋根破れとるやんこれ。これぶつかっとるやん。エンジン何これ。上のオマルです。こんな計画何もないぞ。ぶつかっとるもん。思いっきりぶつかっとるやん。汗が壊れたっつったもん。だいぶぶつかっとるぞ。屋根がないもん余計怖いんだこれ。こういうので遊ぶのがええかもしれんな。それやりますよ。だからできるんかな俺でも。いますよ。乗れやほんなら。ドアも素晴らしいこれ。これね、やりやすい。めちゃくちゃうまいですね。そのまま行って壁行っちゃおうかなと思ったぐらいだから。これ意外に簡単だな。これ子供たちもすぐできるようになるわ。やりますよね。次なんかないの。弱いじゃしないの。弱いじゃしちょっとぶつかったぐらいのが面白いから。わざとぶつけましたけど。面白かった。これがナイゴランド。これ何これ。ジャパン。あー例のここで切ったんだ。もう何でも直すって起こし専門だから。もうこれがなかったらあれ一回やらんよ絶対に。切ったりさ床がこれがくしゃくしゃになるんだで、よっぽど後ろノンブレーキで見つかってきてるんだな。すぐ次元没収なんだろ。どれは厳しいもんね。やばいお前やっとんな、そんなこともあがねんのかっつって。もうここだよお前、どう見てもキャンピングだよやろう。お前らもうバラハラだろ。社長はあのパラハラなんでとりあえず買っちゃい入れといたで。A4 でドリフトやってみる。壊れたら大変っすよ。壊れたらって言ったってあれやろ、どうせ価値がないもんね。銀行で借りてるもんね。